マスガタの池の位置、暫定位置、お高の道、マスガタの池、おタの道、マスガタの池有水群とは、東京都国分寺市西本町の武蔵野大地、国分寺が気仙によって形成されるままが刷毛に沿って、溶水となっている、武蔵野大地の代表的な景観の場所であり1985年、名水百選に選定された。1748年から国分寺は、 徳川も山や尾張藩の高刈りの狩り場となった。武蔵の第一派遣にママを集めた清流に、小道が整備し、これを、お高の道と呼ぶようになった。増形の池から、元町用水路を経由して、野川に流入している。湧水の枯渇を防止するため、中央鉄道学園跡地が、東京都立武蔵国分寺公園として整備され、水源林になっている。 遊水の生因については、真姿の池の名前の由来847年、当時絶世の美女と謳われた玉作小町は、合病とされた皮膚の病に侵され、その養殖を失い、治療の甲斐なく、変わり果てた斧が姿に、五仏の慈悲にすがっても問いを決し、小町は、当地の国分寺を訪れ、薬師如来にぬかづいて一心に祈り続けたところ、 三七イコール二十一日目に一人の童子が、突然と現れ、小町を、とある池のあぜに誘い、この地水にて身を洗うべしそう言いおいて童子は姿を消してしまうが、バラにもすがる思いで、小町が言われた通りにしたところが、七日にして、元の美しい姿を取り戻した。ありがとうございます。